アナマサのカレーを知る頃。お、そんな頃が来た。来ましたか。アナマサのカレー。肉のアナマサね。はいはいはい。でっかい肉も行数ね。あるね。もういいんですけど。うん。なんと肉のハナマサが結構ね、うん、このレトルトカレーにこんなあった力を、うん、知らなあるんだ力を入れてるらしい。マジで知らなかった、なんか無印みたいだけど無印のに比べるとでかでかいよ、ね、これは業務用だからね。これは業務プロ仕様、ね、ボリュームすごくない、量すごいよこれ。全部食べるってこと、知らないやつもあるしね。いや一個も食ったことない僕、うん、ハナマサ行かないとね、カレーなかなか買わない、ね、というわけなんで、うん、はい、知っていこう、知る、行こうよ。はい、はい、うん、こちら牛すじカレー、すげーでかくでかいよ、めちゃめちゃ嬉しいな、本当に具沢山だな、ゴロンゴロンじゃん、家じゃん。じゃあ取り分けますか、取り分け、何がプロ仕様なんだって、はいはいはい、肉は食いたいな、肉食いたい、肉人数もあるか、くれー、でかくね、でもあざます、でかでかすぎ、でっかくんだ、あ、ちょっと、肉じゃなくて芋とかにして、いやいやいや、こう食べないで、いやいやいや、俺あの脂質制限してる、制限してる、メンバーの一人が脂質制限してるとさ、そうでしょ、盛り上がんねー、 YouTube チャンネル回らねえんだわ、いやでも認めないとやっぱり今脂質制限してること、脂質制限した人もこうして表現できるという、このためにもっと普段脂質制限しろや、そうだよ、やるって言ってたじゃん事前に、え、じゃあ脂質制限する人は YouTube 出ちゃいけないんですか、そうですそうなんだ、そうです、そうなんです、そうなんだ、言っといてもらう、心理界がそれは、人参と芋でいいですか、何食ってんだよこいつ、何の評価してんだよ、ご飯は、ご飯もね、ご飯もいいの、まあまあいけるかな、いやだからカレー久々に食うわ、あーやばっ美味しいじゃん、やば、じゃあいただきます、うまっ、うまっ、肉うまっ、うまっ、うん、あうまい、最高、肉とろっ、これ肉だね、よくなんかレトルトカレーの肉ってボソボソだったりさ、うん、チキンみたいなとかなっちゃってるけど、うん、これめっちゃトロトロ、うん、あうまい、もうやばいだけじゃなくて肉トロトロ、これ肉が主役だ、肉うまいわ、これうまいな、肉取ってください、なんかねちゃんとスパイスがね、うん、効いててね、うん、めっちゃいいっすよこれ、うん、肉以外のとこおかわりしてたら結局逆に取らない方がうまいからちっちゃい肉ならダメ、肉これぐらい、これわかるかな、ちっちゃい肉だろうか、ちっちゃいぐらいなの、こんぐらいよ、そうそうそう、そんなん食ってもな、じゃあ肉、はい、いただきます、それで本当の感想が増える、うわ溶けるうわもう溶けるとか禁止したからなのね、染みるでしょ、染み込んでる、ね、牛うまいなやっぱり、うまいんですよ、パサパサの鶏胸しか食ってないんで、あこんな溶ける肉これはこれで公平じゃないよな確かにレトルトのじゃがいもって溶けてるというか、うん、真四角にちっちゃくなっちゃうのが多いけど、これ全然溶けてる、人が切ってる感じあるよ ね、 ね、辛さはでもまあ、かなり優しい、かなり甘っちよりな、子供も食べれる、子供も食べれるぐらいの辛さ、うん、隣とかにさ、うん、こうお裾分けしたいというこれをこれ、ね、バレないすぎちゃっ て、 っ て、 っ て、 いやって気持ち悪いそいつ怖っ、よかったら怖っ、全然わかんない、そうわかんないぐらい家庭の味、アナマサで食った時にさ、気づくわけあれ俺の隣の人ウミガメの数字マンションのゴミ捨て場にこれの容器それを手作りと称してめちゃくちゃ怖い話、全部が逆まってめちゃ怖い話、はい、それやろうか、怖い人ができるはい、うん、続いてはハンバーグカレー、わーおーすげえ、ね、よー埋もれてんだよこれ、そこの汁沼かよ、なんか見えるんだけど小さい陸がリフトしていいっすか、はい、自分はうわー、ちゃんとハンバーグ、なにこれ、めっちゃ すごい、やっぱそこ食いたいっすよ、ハンバーグはね、花甘さってやっぱ肉だからさ、まあ、いいよ、ハンバーグもね、はい、話題になってます、ね、すごいでっか、こんな大きいな、大きくいきたいね、ハンバーグ、ラジクさん、ラジクさん、どうぞ、ラジクさん進まないですから、ラジクさん、近づけて、どんどん近づけて、え、こっち、こっち、順番的に、ね、うん、じゃあ、こっちは、まあいいよ、まあまあまあ、いいよ、よし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 、いいよ、いいよ、いいよ、まあ、こんなにいっちゃっていいの、あ、でっかいね、ごめんなさいね、ケーキがいい、あ、でかい、まあ、そんなにいっちゃう、あ、ご褒美あんじゃん、ハンバーグ一番脂質やばいからね、
ちょっとね。ハンバーグカレーです。ハンバーグが一番脂質やばいから。ひき肉だからさ、これ油とかも満載なんで。満載、うん、そうです。すいませんね。あの今ちょっと気持ちよくないってね思ったかもしれないですけど。気持ちよくない。うん、脂質制限中なんで。え？じゃあしょうがない。うん、え？じゃあルー。やっぱこうやってね。変わんないんじゃない？なんだろこれ。その変化を俺あの担当言うんで。そうです。ルーの変化を言うんで。いただきます。いただきます。うわ、うわ、柔らか、柔らか、うまっ、うまっ、うん、歯いらないじゃん、この肉、うんうん、うまっ、このルーとのなんか相性もいいね、うん、このハンバーグ、うんうん、肉の旨味とね、うん、ルーが合わさってめちゃくちゃうめえ、うん、ハンバーグ、ハンバーグっていうよりはね、うん、ね、かなり柔らかい、柔らかい、飲む、うんうん、ちょっとルーがスパイシー、これ、温玉とか乗っけてもいいな、うん、あー、うまいね、いいね、これうまいわ、ね、マジで、うん、最高、無印の前よりやっぱちょっとワイルドな感じ、そうだね、うん、なんかお家のカレーをもうちょっとよくしてみたいな、ジャンク感があっていいですね、うん、どうですか、ハンバーグ、ルーだけだとよくわかんねえわ、そうだろうが、おーい、うん、よくわかんねえ、お帰りくだせールーだけをさ、うん、食ってんだから、うん、そこのやっぱ仕事はしてもらわないと、さっきとの違いとかね、うん、確かに、どう、さっきと比べてどうですか、さっきと、うん、どうなんだろう、これでさ、2杯目食っちゃったら一緒なんだよ、そうなの、ね、こっちの溶け出してるから、ね、ちゃんと油このすごいあるよ、ね、めっちゃ入ってる油、え、うん、ちょっとルーだけだとわかんないなんなんだよなんかあるだろう一緒に食わないな、さっきよりとかさ、ね、ちょっと一かけでもいいんだろうさ、ね、しょうがねえな、そうよ、はい、じゃあ続いては、うん、バターチキンカレーとグリーンカレー、うんうん、よっしゃあれチキン来た、手羽元、手羽元ね、これチキン来た、チキンはいける、チキンはいける、チキンはいいんだ、これ僕栄養表示見ました、はい、100g あたり脂質、はい、5.3、 これいけるな、低いってこと、低い、牛ハンバーグで明らかに、そう、鶏が結構低いね、ここぞとばかり、確かに食ってもらいたいですね、うん、バターチキンからいきます ね、 バターチキンね、はい、はい、アルバックはい、うん、あ、ありがとうございます、あー、いい、これはいい、いいね、肉がすごいっすよ、これ加藤さん、いいですね、バターチキンですね、これさん、これさん、ください、ください、ください、わー、すごいプリプリですね、って言って、うん、はいはいはい、うん、原宿さん、うん、あれないんかいチキンの時ないんかいすいません、4ピースですあれなんである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 、あーいいね、はい、かけらが、かけらが、そんな食っちゃダメだからね、かけらでもいいね、でもね、ほぐれがすごい、わーすごい、これなんだかんだかけらになるわ、すごくない、簡単に骨が、わーすごい、スプーンでさ、今押しただけでもう骨だけになっちゃったもん、しかばねよ、いただきます、いただきます、うまっ、うまっ、うまい、爆うま、うん、めっちゃうまい、あ、うまい、辛い、辛い、あ、うまい、あ、辛い、辛い、ちゃんと辛い、ちゃんと辛い、酸味が、うまっ、辛味も辛味も、甘くて辛い、うん、これ美味しい、トマト、ヨーグルト、スパイス、うん、うまっ、いや、うまい、なんか思ってたよりそのこってりじゃなくて、うん、うん、さっぱり、ちょっと甘ったるいのありますけど、うん、あ、うまい、これはさっぱり、うわー、うまっ、うまっ、ちゃんと辛いね、うん、うまっ、すげえ、意外と子供向けじゃねえわ、これ、うん、これは大人ですね、確かに、ご飯で全然合いますね、バターカレーめちゃめちゃ美味しい、結構求めてたバターチキンカレーって感じ、これめっちゃうまい、すげえ、いいね、気持ちいいカレーだわ、これちょっとグリーンカレーも楽しみですね、もっと辛いもん、いきましょう、グリーンも行きたい、グリーン辛いかもね、うわでっか、ね、うわでか、え、まだもっといっちゃうもん、これもっといっちゃうわ、言っていいわけ、もっといっちゃう、こんな脂質ないんだから、いやいや油浮いてるよ、いっちゃう、いっちゃう、これおかしいよ、理屈が、グリーンカレーもいただきます、うまっ、うわーうわー、え、めっちゃうまい、うまっ、渋いですね、おうまい、めっちゃ大人向けの味だ、大人向けだ、カレーというかもう煮物みたいだ、うわー、うん、タイで食ったんだ、わ、うん、かるわかる、同じ味、うん、うん、そう、麺とかでもうめえな、あ、確かにね、すっきりさっぱり、あ、うん、あ、これはいい、カオソーイみたいな、うん、ね、うん、うまっ、辛い、そして、うん、辛い、ちゃんと、ね、最高、うまっ、うん、マジで、めっちゃ食ってるけど、オイルーめっちゃ食ってる、大丈夫、バターもいいね、味が大丈夫、いや、うまいよ、米こんなきちゃった、なんか米もうついてじゃあさっきのハンバーグちょっと食えばよ、いけない、いけない、うわーじゃないよ、食っちゃったじゃん
ごめん。自分で食ったんだ。そうなる。めちゃくちゃうまいわ。これマジでうまい。うまい。めっちゃうまいから。人がダイエットに失敗するうまさ。やばい。こんな。これはもう保証できます。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいこれは。どっちもすごい。どっちもうまい。うん、わあ。肉のホロホロ感もめっちゃうまい。ね、ベタっとしたこってりじゃなくてね。わ、うん、かるわかる。いいよねこれ。うん。うわ長さんとこに骨を確かになんか俺が骨入れるはい、うん、じゃ続いては、うん、チキンレッグカレーと、うん、あとノーマルのグリーンカレー、おー、具が入ってるね、手羽元なしバージョン、野菜っぽい具が入ってる、なんかね、具はタケノコとか入ってる、結構しゃべってる、あ、具がめっちゃ入ってる、あ、鶏肉、鶏肉も入ってる、これいいんじゃないですか、これいいじゃん、生姜みたいな、タケノコ入りはありがたいね、タケノコか、これじゃあ、グリーンカレーいただきます、これ胸肉じゃない、うまっ、うまっ、あ、うまい、うん、うまっ、さっきより甘い、うん、ココナッツだ、あ、全然違う、うまっ、別物だ、あ、違うね、これ全く味違うじゃん、これこそタイっぽいかも、わかるわかる、うん、この歯ごたえもいいね、タケノコの、これは好み分かれるね、うん、確かにね、うん、どっちがいいかね、かなりあるわ、俺は手羽元の方が好きかも、まあ、まあ、うん、僕もそうだね、僕こっちの方が好き、なんだ、私もこっちの方が、うん、単体で食べるならこっちかな、じゃあちょっとまろやかな、まろやかだね、うんうん、甘みもあって、いやでもどっちも美味しいね、うまい、どっちもありだな、じゃあ続いて、はい、これはすごい、チキンレッグ、どうやって、すごいな、あ、でも、あ、でも、うわー、うわー、やっけー、すげー、うわー、うわー、これですよ、ほら、あー、ほら、原宿さん、原宿さん、原宿さん、皮外してえ、本当に鶏皮はダメ、脂質が、鶏皮はもう脂質オンリーなんだ、なんだ、皮を外せばこれあげよう、これ鶏ももは結構ヘルシーですから、これあげよう、これじゃ、うん、あ、じゃあね、うん、いや、もう皮じゃん、これサーティンみたいなやつ、皮じゃん、もうラショーモンみたいなすごい、チキンレッグカレー、チキンレッグ、いただきます。いただきます。うわ、ドロドロ。うわ、鶏もも、鶏も。すげえ。なんかすげえ。なんかすごい。スパイスの味が。うん。ホロホロ肉。実は。コク強だね。なんか味が深いね。しょっぱい甘いとかじゃない。なんか不思議。ちょっと変わった味かも、これは。あ、ほんとだ、うん。なんだこれ。ほろ苦いっていうかなんだ。何が違う、味が茶色い。なんだ、茶色い味する。うん。シチューともちょっとでも違うか。うん、カレーって感じでもないもんね、あんまりね、カレーよりはシチュー寄りだけど、洋食屋さんって感じだな、うん、ちょっと苦味にも、うんうん、オールカレーのカレー味をちょっと消し去ってるような、うん、辛さはほとんどなくて、辛さはないね、コクだけ、コクがすごい、うん、これ俺うまいな、面白く変わってる、あ、でも食べれば食べるほどなんかね、どんどんこう、もっと次行きたくなる、あ、うま、美味しい、なんか刻まれた、うん、玉ねぎみたいなのがあって、あ、それと一緒に食うとめちゃめちゃうまいわ、そういうことするんだ、スープ玉ねぎすごいっすね、ちょっと変わってる、はい、うん、おい、うん、じゃあラスト、あ、これ結構ね、聞いたことないんですけど、はいはい、マドラスレンチルカレ ー、マドラスレンチルカレー、マドラスカレーは聞いたことあるけど、マドラスカレーレンチル、レンズ豆、レンズ豆のことらしい、レンチル、いや、わからん、あと、チャナマサラ、チャナマサラ、チャナマサのチャナマサ、チャナマサ、肉のチャナマサ、チャナマサラカレー、あとこれスープカレー、スープカレーか、スープカレー、スープカレーってこんなんだ、黒くね、黒いね、でもあるよね、こういうのね、なんかもっと薄い色のイメージだけど、いいじゃないですか、じゃあもう、はい、気になる、ね、マドラスレンチルカレー、マドラスレンチル、どういう味なんこれ、これすげえ、わー、豆すごっ、豆めっちゃ入ってる、レンズ豆めっちゃ入ってる、めちゃくちゃ入ってんじゃん、まあいただきますか、これはでもいいんじゃないですか、ヘルシーで、豆なんて ね代謝良くするんじゃないですか、豆はまあ体に良さそうだけどね、じゃあマドラスマドラスレンチルいただきます、あ、うん、あ、うまっ、あ、うめえ、柔らかっ、あれだね、あれだ、あれだ、なんこれ、あれ、どれ食った、食ったやつ、中目黒のマジのインドカレー屋さんにランチで出てた、はい、うん、やつシリバラジ、シリバラジの方か、はいはい、ピンクの、うん、なんだこれ、ニンニク入ってる、ニンニク入ってるね、すげえ、強い、これうまっ、ニンニク強っ、なんかカレーってかスープ、スープだね、うん、いや、うまい、なんか甘いのにパンチがすごい、めっちゃニンニク入ってる、確かに豆必要だわ、うわー、すごい、うまねえとやべえが、すごい、これこそなんかちょっとこうさ、なんとか、なんだね、うん、なんとか、なんですね、米よりかはなんとか合うかもね、なんの方が合いそうなカレー、あ、うまい、続いてじゃあチャナマサラいきますね、チャナマサラ、チャナマサ、チャナマサ、
そうだ、俺豆でかいよ。めっちゃ豆だ。猫の茶だ。あれだね、飯にかけなくていいんだね、これ。豆が、ね、だってもう豆だもんね。こんなに入ってたらもうすげえな。豆飯にかけなくて食える、ね、いただきます。いただきます。うわー、おー、おー、うん、めっちゃインドだね。わあ、この臭みというか、何これ、獣臭みたいな、親しみ慣れてない感じね。めっちゃ本格。うん、これすげえ。これはすごい、これは海外だわ。海外はマジですごい。でもうまい、まあ、これうまい。何これ、好きだわ。俺すげえ好きかも。すごいいろんな味するから。確かに米はいらないな。米いらないこれ、おじさんが入ってるねこれ。豆だね。なんか床屋みたいな。床屋のおじさんみたいな。一瞬床屋みたいな匂いが。すごい。何これ。これもう面白い。ブラックコーヒーとかタバコとかそういうさ、ものに通じるおじさん感がある、ね。確かにおじさん見えるね。おじさん見えるよね。髪をすごい綺麗にそうそうそうってつけた。めっちゃ働いてるおじさん。インドのおじさんが一瞬見える。一瞬見える。一瞬合うんだよな、そいつと。すごいな、これ。いい、あ、これでも全然うまいわ。うまいうまいうまい。これだけでもつまみにできるよ。いや、豆でいいわ。チャパティとか。そう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 。うま、最後スープカレーいきます。出たい。これも肉。うん、一人一本あるよ。本当だ、あるね。入れてっちゃう、入れてっちゃう。じゃあスープカレーね。はい。あ、これも鶏肉がすごいね。そうだ。いただきます。あれ、うまい。これスープ？なんじゃこりゃ。あら、これめちゃくちゃうめえな。こういうスープ。何これ？うま。うわ、飲みたいなこれ。ま、なんだこれ。これは。何これ？なんか思ってるスープカレーじゃない。違う、なんか違うね。直火というか炭火みたいな味もする、ね。全然違う。なんだこれ？めちゃくちゃ濃厚だ。え、なんこれ？初めてだ。なんだこれ？なんだこれ？あ、うま。これスープ。これクソうめえぞ。カレーかこれ。甘い。あー、うまい。甘い。あれ？甘い。何の味これ？これはうまいわ。わかんないな。ちょっとブラウンソースみたいな。うま。感覚ですね。玉ねぎの焦げたやつ。あー、確かに。ちょっと何か焦がした風味。だいぶ甘いね。玉ねぎの甘さか。オニオン。うまけ甘い。オニオンスープみたいな。甘みとコクの塊。うまい。めっちゃうまい。これ最高だな。ほら、こいた。なんかスープストックの時に、めっちゃうめえって言ってた。あったかも。あ、なんかね、やつと同じような風味かも。これなんかもう具が入ってないから自分でさ、なんかこう野菜なりエビなり入れるのがいいですね。確かにね。素揚げした野菜とか入れたらね。ああすごいね。いいね。最高だね。ヤングコーンとかブロッコリーとか。はい。うん。というわけで花笠のカレーいただきましたけど、はいはい、うまかったな。マジですごい。ちょっとマジでうまいわ。嬉しい。こんなにいろんな種類を確かに食べる。バラエティーが急に金持ちからみたいな。個性がめっちゃあったから、うん、一個一個全然違うし、うん、なんかすごいこだわりを感じました。あの種類数での筆頭数すごいですね。いや、ね、全部当たってて、ね、すごい、すごい、すごい好みの差ですからね。よかった。ちょっとまあ俺たちの中での1位はちょっと決めますか。はい、好みありなら普通のグリーンカレー僕好き。手間元じゃない、うん、ちょっと甘めの方が、ね、粉チーズ好きだったな。良かったね。これはバターチキンですね。バターチキン美味しかった。バターチキンは完璧。あれは完璧、酸味、甘み、辛み、全てが入ってたんです。すごかった。いいね、あのバターチキン、うん、いやでもスープカレー、スープカレーうまかったね。なんか意味わかんねえ。レトルトでスープカレーたまに買うんですけど、うん、あ、なんも全然違う。あんなんない、ね、ない。あとあのチキンレッグカレー、あー、はいはいはい、もうめちゃくちゃうまかった。ちょっと変わってたね。ちょっとまあ米にちゃんと合わすっていうことを言ったら、まあスープカレーよりチキンレッグの方がなんかこう深みがあって米に合う感じはして美味しかったな。手羽元のグリーンカレーかな。あれもうまそうだな。みんな違うじゃん。確かに分かれる、全員違うかも。あと普通に最初の牛すじカレーもめちゃくちゃ好きだったよ。あの具がでかいのがいいじゃん。普通のカレーを食いたいときはあれ結構トップだよね。野菜あんなに入ってるさ、そうゴロゴロ入ってて、しい人参も柔らかいし、え、じゃあもう決まらない、まあ、そうだこんなこと初めてだろうね。まだかつてないよ。あとチャナマサラ、チャナマサラよかったね。なんか変な、ちょっと異国すぎてやっぱ面白い、面白い、好きだった。なんで食べるのか。なんか他に売ってなさそう。相当カレーが好きな人が作ってんのかな。いや、これすごいよね。マジですごい。こんなバージョンいろいろ作れるの。すごいかも。全部うまい。ね。というわけなんで、はい、皆さんも花マサで自分が好きなカレー探してみてください。はい、ありがとう。うまい、マジでうまい、うまい、うまいわ。最高。ダイエット失敗。最高。さようなら。え、明日はどういう食事を。明日は
イカだけです。そんなことはバッドエンドすぎる。ヒカの泥団子作りは楽しいな。 FBI! うえ、おこいつは死刑。この14万円でなんとかなりますか。あったけえかね、あったけえかね、あったけえかね、あったけえ、あったけえかね、あったけえかね。チャンネル登録よろしくお願いします。